ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日のテーマはドイツの子育て編です。パチ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 。はい。まあなんかこう日本のさよくある風景の、うん、なんかこう、うんうんうん、子供とのさやり取りが結構こう、うん、ドイツでは全然その対処法が違ったっていうところ、うんうん、やっぱりその、うんうんうん、まあ自分の意見をちゃんと持てる子育てって大人になるための子育てって、うん、あそういうプロセスをやっぱり歩んでるから小さい時から、うんうん、なんかそうやって自己主張ってできるんやなってすごいこうあの対照的やったから、うん、なんかそこのね、うん、話をなんかこうシェアできたらいいなって思ってたんやけど、うんうんうん、ね、なんか幼稚園とかまあ幼稚園、うん、何歳ねそれ小さい子たちって公園とか行ったらさ、うんうん、よくあるやん、うん、貸して言うやつやな。いいよみたいなあのブランコ乗った瞬間今乗ったんですけど見てたみたいな。もう私言うな親やったら。あいやうちのなんいやいや乗ったし今みたいな。怖い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 。怖いわ怖いわ怖いわ。怖いおかんや怖いおかんやってこう。うんうん、のこう子供ごとが低い声で言いません。そうそう、うん、子供寄り添いませんみたいな一切。怖いわ。それはさて大きい、うんうんうん、あのなんかそういう風にさこう、うん、なんかもうセットやん。せやねん。おもちゃでもそうや。もうええとこや。貸していいよみたいな、うん、もうなんかそれが、うん、もうなもう幼稚園とかでもそういうなんかこう教育じゃないけどもさなんかあれねあやってんやろな、うん、そうそうそう貸してあげなさいとかさ貸してって言ってるよみたいなさ、うんうんね、貸してあげてとかさ、うん、あのもういっぱい使ったから貸してあげてとかさ、うんうんうん、なんかこう本人の気持ちを置き去りにしてる。そう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 絶対貸したくないと思ってでもな。そうそうそうでさ、うん、もしあのママ同士も一緒におったらさ、うん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 、なんかもう貸しなさいみたいなさ我が子に。うんうん、で、ええ子や思われたりな、ええ子と思われたいからさ、自分のこと、うんうんうん、自分なんかこう、うん、貸したら思ってなくてもさ、うんうん、でまあよくある子育てのシーンやと思うねんや。あるある、みんな経験してんちゃうか、うん、日本人、うん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 、幼稚園でもようあるし、うんうん、低学年とかでも、ね、うんうん、足でいいよ、うんうん、ドイツとかでさやっぱすごい違ったよ、うんうんうん、そう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 、ドイツはやっぱりさもう小学校4年生で将来がさまあ進路の分かれ道っていうぐらいやからさ、うん、だからやっぱりそれまでに、うん、まあ自分たちの考え方とかまあ授業もな結構その自分の考えを言うみたいなスタイルやからさ、うんうん、日本はやっぱりもう先生が言ったのを黒板必死に書いてみたいなさ、ね、うんうんうん、言われたことあるみたいなさ、うんうんうん、感じやんか、うん、なんか記憶力やもんな、どっちか言うたらそう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 勉強方法が、うんうん、そうそうそう、でもドイツでやっぱどんだけ自分がどう思ってるかみたいなさ、うんうんうん、そういう考え方やからやっぱちっちゃい時から、うん、あちゃうねんなって思ったのが、うん、やっぱそういう場面で親が日本人やったら出ていきそうやけども、うんうん、ドイツ人のママってえなんでみたいな出ていったりとしたらさ、うん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 、もう出ていくことはもうありえなくて子供がそう思ってるのみたいな感じで聞かれるらしいのか、うんうんうん、だからその子供が貸してほしいのか貸してほしくないのかとか、うん、子供に決めさせろみたいな、うんうんうん、やりときたいんかってことやんな、そう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 、うん、だからそれをやっぱりもう幼稚園の時から徹底してるから、うん、なんかやっぱ現地の幼稚園とかさ行ってるママとかにしたら、うん、なんかその日本との対応が違いすぎて、うん、そういうママとのなあの、うんうんうん、子供のなんか例えば喧嘩してもなんか、うん、なんかちっちゃいからちょっとあの付け加えた方がいいんかなとかさ、あ、まあ、日本のママってごめんなみたいな、なんかこんなに言ってとか、うんうん、まあ、例えばその、うん、された方とかさ、うんうん、いやあの子にされたけどお母さんから謝ってこうへんわとかさ、なんか日本やったらよあるやん、なんかごめん、ね、なんかうちの子がこんなんしてみたいでみたいなさ、あるな、よあるやん、ちっちゃい子って、
女の子とか特にあると思うねんな、うん、そういうの、うんうんうん、ほんでなんかその日本人のママがドイツ人のママに、うん、いやちょっと何々ちゃんとこから困難されたけど、うん、なんか何も親言うてこへんねんけどみたいな感じで言ったら、うんうんうん、え、なんで親が言うてくるみたいな、うんうん、え、親がしたんじゃないから親謝らんでええやんみたいな感じで言われたらしくて、へ、うん、子供やろみたいな、ほんで、ああ、されたのも子供やろ、やったのも子供やろ、じゃあ子供の問題やん、みたいな感じで言われて、ああ、すっごいカルチャーショックみたいな、そうなんみたいな。ああ、え、このモヤモヤどこに持っていけばいいんで、まあ日本の日本人はな、そうそうそう、ああ、今までそういうので来てるからさ、ああ、うんうん、そら感じ。でもドイツ人にしたら、うん、もう一人の大人じゃないけど子供やのに、もう一人の、ああ、独立してるよな。そう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 。うん。だから子供のその考えを尊重するっていう。うんうんうん、だからあなたが自分の子供に言うべきって反対に言われねえで、やめてほしいならやめてくれっていうしつけをしろって言われねえ。ああ。そう。だから変わっていいよって、いいよって言われたくないんやったら、変わりたくないって言える子に育てろ。理由を述べよってことやな。そう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 。せやでって、あ、それ聞いた時、うわやっぱり小4で将来をせやな、枝分かれになるようなな、あ、感じの教育だから、ほら幼稚園時から幼児教育変わって当たり前やなと思って。でもまあそういうとやっぱ自分でも考えるしさ、伝えるっていう練習はすごいよ、うんうんうん、そうやねん、そうやねん、気持ちを伝えるっていうさ、そう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 、うん、曖昧さがなくなるもんな。そう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 。うん。うん、なんで嫌やとか。うんうんうん。そのなんかこうやっぱ機会が多いっていうのはすごい羨ましい。うんうんうん。だよな。ね。だからどうしてもそのままさ大人になるともう我慢すること覚えちゃうやん、うん、日本人だ、うんうんうん。そうね。やっぱあの、うん、人に貸さなきゃとかさ。ね、そうそうそう、人の目を気にするっていう風にやっなっていくやんか。そうやね、うん、向こうがなんか怒ってるから渡しとこうとかさ、そう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 、なんかそういうのってもうちっちゃい時の返しでいいよの下りからずっと大人になっても続いてねなって思って、うんうんうん、そう思うとやっぱ幼児教育時代って大事やで、うんうん、すごい、あの可愛いな言って見とったらあかんよな。そのやり取りを、うん、だからな、やっぱりその日本人の、うん、私らの幼稚園の子らとかは、うん、その公園に現地の公園行ったら、まあ、ドイツ人いっぱい遊んでるやんか、うんうん、ほんでな意地悪って取ってしまうねそれを。ああ、うん、慣れてないやんか。ああ確かに。そう、ほんだらもう向こうはもう俺が滑り台滑るみたいな、俺のちょっとジャイアン的なところがあるから、ああ、なんかそういうのに慣れてへんから、もうみんな、うん、うちの子だけじゃなくてもうな、あの同じような幼稚園の子って、私がさすごいドイツ人優しいわ優しいわって言ってるから、家で、うん、いやママって大人はさドイツ人優しいけど子供は優しくないんだよって言うねやか。ああなんでなんでなんでやねんって言ったら、いやだってすっごい意地悪だもんとか言って、すぐおもちゃ取ってくるしみたいな感じで言って、あなるほどなと思って。あだから取られたくないって主張しなあかんねや。せやねんせやねんせやねん、うん、だから滑り台もお前どけっていうぐらいの、俺も乗りたいんだ、そうそうそう、滑りたいんだっていう主張がいるんや。そうやねそうやねそうやね、後ろでじーっと立ってても一生待ってこへんで、うん、そうそうそう、どけ言われてはい言うとったらもうずーっとなんかあそこで順番回ってきませんけどあれみたいなさ、うん、そうだからやっぱりなんか、うん、だからまあその時にもな、いやそれは意地悪ちゃうねんでみたいな、あー意地悪って取るんやってちょっとまあその時も思ったけど、あ慣れてへんからそういう世界にさ、うん、うんうんうん、だからもうほんまみんなそれは言ってて、日本人の子らが、ドイツ人の子って意地悪で、いや意地悪じゃねんで言うて、うん、そうやって自分の思ってること言うのも大事やし、うん、されたくなかったら言わなあかんねんでみたいな感じで言ってる、うんうん、すごいね、そういうところから、うん、全然違う、そう、もう幼稚園時代からちゃいますわ、うんうん、
だからまあ本当そうやってこう子どもの意見というか気持ちを聞いてあげるっていうのもね、うん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 、いいかもね。そうそうそう、ついなんかあのやり取りとかなんか嘘くさいもんな、なんかさ、え、微笑ましいとかさ、なんかもうなんかセットみたいな感じでさ、私でいいよご家族みたいな、そう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 、なんか、うんうん、あの棒読みそれに慣れたらあかんよな。まあな、うん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 、あせやせやで大事、それでもうすごい気持ちを積んでるってことがあるってことやからな、うん、で世界では、うん、だってそういう風なさね、うん、小さい頃をそう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 過ぎてる人たちとまたさ、うん、ね、うんうん、これからどんどんなね付き合っていくこともそうそう付き合っていかなあかんからな、うん、びっくりすると思う、いきなりなかなか大人自分ね、うん、日本人急に大人になって自己主張せい言うても難しいから無理やわ無理やわ、うん、強いもん、うんうん、なんかそんな時でもなんかこう聞いてあげたりね、そう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 、言う練習とか、うん、そう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 、うんうん、どっちなほんま沸かして欲しくなかったらちゃんと嫌みたいな、ちょっと嫌って言っていいんやでとかっていうね、そう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 、なんかそういうとこからいきなりさ、うん、ジャイアンになったらさ、うんね、友達おらんくなったらな、困るもんな、そうそうそう、あいつ急にジャイアンやぶ一個ブランブランを貸せみたいな。そうなん、そうなん、それね、そうなんだってさ、ほら、うん、いや、あの YouTube 聞いたからですとか言われたから、かなんかなんからさ。ごめんな、ジャイアン YouTube だったら。そうそう、いきなりそういうの、そこまでは言ってませんが、うんうんうん、でもなんか、うん、そういう影響するよっていうのを、うん、頭のさ、うん、片耳、うん、入れとくだけでも、うん、ちょっとなんかこう、声かけとかもきっと変わってくる。そう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 。うん、と思うので、はい、ぜひともなんかこう参考にしていただければいいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、お聞きいただきありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。